グリーンマックスの話でした。グリーンマックス、あ、ドレイモンドグリーンのマックス契約の話ね。ドレイモンド2なら出す気もするけどね。問題はカリーの契約よりも2年越してしまうっていうところの方が問題な気がする。別にカリーと一緒の契約で終わるんだったらいくら出してもいいと思ってて、で、だいたい今30ミリオンぐらいで予想されてるけど、もう俺別にドレイモンドで30出してもいいとは思うんだよね。ただ問題はそのカリーの契約が切れた後にドレイモンの契約が2年残るっていうのはちょっとあれかなとは思ったね。まあでもどうかな、カリーも契約延長するか、なんかそれもあるんかな。なんかカリーはもう引退するまで多分ウォリアーズだと思うから、最悪あのトニーパーカーみたいなね、最終年だけなんかちょっとホーネッツ行って出場時間もらうみたいな、38歳ぐらいでそれやるパターンもあるかもしれんけど、まあでもそう考えればまあ合うんかな、今4年契約とか結んでも。ウォリアーズにジャマイカルグリーン来そうですけどフィットしますか。まあフィニッシャーとしてどっちかというとビエリツァの代わりなんじゃないかな。オットポーターの代わりではないと思う。どっちかというとビエリツァの代わりかな。まあ、ビエリツァよりディフェンスできてくれたらいいかなっていう感じはするけど、まあ難しそうね。終わります、お疲れ様でした。テルレ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 テル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